レビチだけどレビチ感ない選手って誰かいますか？ああ、バレッラ。バレッラ、アワール。あと誰だ？すげえいい選手だけど、あの、日本代表で言うと鎌田だと思いますね。その前線の選手の中で。ああ、マティップもそうですね。レビチだけどレビチ感ない。ああ、デブライナあるもんね。あと誰だろう、あの選手いいなみたいな、見てて。バレッラの五感いいですね。ちゃんと使ってたら僕マッケニーとかもそうなってると思うんですけどね。あ、ミュラーいいですね。確かにミュラー。ブルーノ・フェルナンデスさんも言われてるでしょ。そう。ミュラーとかね、いる場所間違ってないし、なんかね、プレーが硬いから上手い選手みたいなカテゴリーにされないけど、あの、よく言われる止めて蹴るみたいな。ボールを置くべきところを置いてとか、ワンタッチの時にどの選手がフリーで出した後どう動いたらいいかとかすげえ分かってますよね。守備の時に戻れる場所とか、あれのモドリッチの後釜とかっていうかね、インテルがまあね、まあ、できれば出したくないけど、それでもお金作らなきゃいけなくて売らなきゃいけないってなったらバレンダー争奪戦にはなりますけどね。